ベレッタ92、ベレッタモデル92はイタリアのベレッタ社が設計した自動拳銃。日本語圏では誤ってベレッタ M92 と称されることがある。M9 の名称で正式採用したアメリカ軍を筆頭に世界中の法執行機関や軍隊で幅広く使われている。ベレッタ社は1949年から1951年に かけて M1951 を開発しており、これはイタリア軍で正式採用されていた。しかし1960年代後半になると性能の陳腐化が指摘されるようになっており、これに応えた同社は1970年より後継拳銃の開発に着手した。これによって開発されたのが本銃である。開発にあたっては、 現代の軍用拳銃として求められる機能を組み込むと同時に、当時、銃器を使用した凶悪犯罪への対処や対テロ作戦がクローズアップされていたことを考慮して、警察用拳銃としての使用も想定して設計が進められた。1975年には試作試験を終え、最初の量産型が発表された。上記の経緯から全体的な構成は、 同社の M1951 を踏襲しており、M1915 以来となるスライド上部を切り取ってバレルを露出させるという方式も同様である。ただし、軽量化のためにグリップフレーム、レシーバーの素材はスチールからアルミニウム合金に変更されたバレルとスライドはスチール製。また、素材をステンレスに変更したイナックスモデルもラインナップされている。 なお、軽量化のために最初期のモデルでは、スライドの前半部が削られて、段になっていたが、軽量化の恩恵が小さい割に製造工程が複雑化することから、間もなくこれは廃止され、スライド側面はフラットになった。また、後には、競争弾の使用に対応できるよう、ロッキングブロック付近が盛り上がったデザインになった、ブリガディア、ブリガールスライドも開発されている。 閉鎖方式も M1951 と同様の独立ロッキングラグ式が採用された。これはワルサー P38 を参考にしたものでバレルが水平に小トリコイルしてバレル仮面の硬化式ロッキングラグによりスライドとバレルをロックする。ただし速応性を重視してトリガーシステムはダブルアクションを採用するよう改められた。これは シングルアクションも可能なコンベンショナル型であり、ハンマーは露出式とされた。M1951 からのもう一つの大きな改良点が相談数の増加で、複列断層、ダブルカラムマガジン25発の q x 1 9 m m パラベラム弾を装填できる。また、後継のオプションとしては、q x 1 9 m m パラベラム弾を使用する92シリーズのほか、 40S&W 弾を使用する96シリーズ、9X21mm 意味弾を使用する98シリーズ、7.65X21mm パラベラム弾を使用する99シリーズがある。ベースモデルとして、下記のようなものがある。また、92FS 以降のモデルには、蒸気のような後継別のオプションもある。蒸気のベースモデルのいくつかには、 下記のような派生型がラインナップされている。92の後継発展型として設計、製作された拳銃。92のライセンス生産品、直米軍製式採用拳銃のトライアルで、NATO 標準の QX19mm パラベラム弾を使用する拳銃が必要になった。アメリカ軍が往年の名銃 M1911、コルトガバメントに代わる十分な性能を持った銃を、 選抜するために行った試験。これに合格するということは、米軍御用達となるということであり、商業的価値も大きいと言える。実際に、ベレッタは M 級として米軍に32万1260兆もの数を納入した後、フランス軍と11万兆ものライセンス契約も結んでいる、ポマス G1。この他にも、各国の軍や警察関係での採用も多い。 このトライアルはアメリカ空軍限定のものであり、アメリカ全軍のトライアルではなかった。しかし、時期的に軍種のオーブの注目が集まったのは言うまでもない。このトライアルでは参加各社から提出された8モデルのうち、ベレッタ92が最も優秀であるとの結論が1980年に下された。しかし、このトライアルはアメリカ全軍へのトライアルとして拡大されることになり、 先の決定は白紙に戻ってしまう。このトライアルでは新たにアメリカ軍が要求するスペックが提示され、その難易度の高さに参加を取りやめるメーカーも少なからず存在した。結局、期日までに提出できたのは2社、ベレッタ社、S&W 社のみであり、期日は延期されることとなる。2回目の期日では4社が提出し、シグ社からは最後まで、 ベレッタ92と争うことになる P226 が提出された。しかし、このトライアルの結果は、先の要求を満たすものは存在しないというものである。1984年に再開されたトライアルには、ベレッタ92とシグサウアー P226 を含む7モデルが提出され、最終的に92と P226 の一騎打ちとなったが、 最低は再び92に下った。このトライアルをもって、今回の米軍正式採用拳銃は決定し、92はその栄誉を受けることとなる。なお、このトライアルにおいて、テストが不公平であるとした数社が裁判を起こしたが、いずれも公平なテストであったとの最低が下っている。しかし、 自国外の重機メーカーに対する風当たりは強く、92より割高だが性能と操作性で勝っていたとされる P226 が敗退したこともあって、92は政治的理由によって勝ち残ったに過ぎない SI 社のあるスイスは NATO 加盟国ではなく、ベレッタ社のあるイタリアは NATO 加盟国であり、米軍基地を作る計画が進行していたとする説も根強く残っている。なお、 基本的に92も P226 も、米軍の要求をパスしており、より良いものがあるならば、そちらを取るのか、要求は満たしているのだから安い方を取るのかは、一般人の間では、今でも議論になる。ただ、軍用銃というのは、コストパフォーマンスが第一であり、使用機会の少ないサイドアームである拳銃はなおさら、米軍が92を選択したのは妥当な判断という、こともできる。 また、92は P226 に比べて安全措置を多く用意している。例えば、シングルアクションでも比較的遊びの多いトリガーやグリップを握った際の親指から離れた位置にあるアンビセーフティなどそれである。これらは P226 のように最初からセーフティを排してデコッキングレバーのみにしたり、シングルアクションでのトリガープルを可能な限り軽く、 している銃に比べると、迅速な射撃の妨げになるが、逆に、不注意で事故を起こす、可能性は減少する。そのため、アメリカ軍では、拳銃の射撃訓練の時間を十分に避ける、特殊部隊に、P、P-226、ネイビーシールズでの正式採用名 MK24、および小型バージョンである、P、P-228、正式採用名 M11 を、拳銃を、 重要視しない、一般兵士や基地警備兵に92を支給するなど、ある程度の住み分けを行っている。1988年、先のトライアルを再度実施するとした名目の、トライアルが行われた。しかし、すでに性能的に合格しているベレッタとシグは、提出を拒否し、結局先のトライアルで敗退した S&W と、前回の日下げに間に合わなかったスターブルガンが参加した。 ベレッタ92に関してはすでに米軍内にあったため、これを無作為に抽出して、テストを行った。その結果、ベレッタ92は、またしても、最優秀とされ、S&W のモデルはトラブルを起こして敗退。スター・ムルガーは、性能的には合格したが、今更買えるほどの価値はないと判断された。これにより、ベレッタ USA は5万7000兆の追加注文を受けた。 なお、このトライアルにより、標準スライドが10万発の使用に耐えるという、決定的な評価を与えられたが、未だにスライドに不安があるというイメージは、払拭しきれていない。1987年9月と1988年1月2月に1件ずつ、合計3件発生した、スライドが破損して、破損部分が、いての顔面に当たるという事故である。事故の被害者が、いずれも、 海軍特殊戦グループ、特殊部隊ネイビーシールズのメンバーであったため、競争弾、通常より火薬量を増やした弾の使用など、わざと過酷な条件下において壊したとする説も出されたが、一方、元から欠陥があったとする説もあった、ブリガディアスライドの誕生がその証拠とも言える。事故を重く見た米軍は、調査を進め、使用弾は、ナトー標準弾であったことと、 何らかの理由で、スライドの製造過程において強度が足りないまま、出荷されてしまったことを発表した。なお、米軍に納入されるベレッタ92はすべてベレッタ、USA で生産したものとされていたが、品不足のため、イタリアから納入されたものもあった。ベレッタ社はこれに対し、破損箇所に適切な熱処理を確実に加えることによって対応した。他にも、 同様の事故を防ぐため FS 型を開発。以降はこの形式が基本となる。また、この対策をしてからは同様の破損事故は発生していない。なお、事故が発生したシールズでは蒸気の通り事故以降はシグサウアー P226 シリーズを MK24 として主に使用している。ベレッタ社の商標使用権は日本の有機銃。 メーカーウエスタンアームズによって独占されており、ウエスタンアームズ及び同社とライセンス契約を結んだメーカー、セスや、以前のマルシン工業度以外は、本体の刻印を忠実に再現した遊戯銃を販売できなかったが、玩具模型での商標模倣は、ベレッタ社に損害を与えるものではないとして、KSC の製品は、新規金型で刻印が復活している。また、軍用銃ゆえに、 商標登録されていないことから、92FS、92FS の軍用モデル、MQ、92回、ミリタリーモデル、ポマス G1 などを製品ラインアップに加えているメーカーが多い。ウエスタンアームズ製の遊戯銃は、イベレッタ社のミュージアムルームに展示されている。米軍正式拳銃であり、法執行機関でも正式採用しているところが多いことから、 現代の戦争や警察を題材としたジャンルでは、最もよく登場する拳銃の一つとなっている。92は、マニュアルのセーフティが左右両側についている上、マガジンキャッチはグリップを外すことで左右を入れ替えることができる。このため、映画、ダイハードシリーズのジョン・マクレームのように左利きの人が多く使用しているのも特徴である上、映画監督のカート・ウィマーは、 映画、リベリオンの DVD のオーディオコメンタリーで、ハイサヤの方向を変えやすいと発言している。その他のジャンルにおいても、デザイン面から使用されることの多い銃である。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。